ウィッグつけるとね、帽子、あの、兜は被らなくなるんで、あの、見た目的には。ただ、なんかぴょん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 動いてるウィッグかわいいな、これ、あんな。あら、お前かわいくなったな。いや、いいな、もう何のゲームやってんだ、俺は。あ、来た！初めてです、キーコード。アピール。あんなにいいとこ見せたい！ゴー！ちょっと攻撃のね、威力が上がります。スキルレベルが高いほどね、もちろんね、強くなるわけですけども。あんだ！やっ！やったー！いいなー、なんかすげえ、なんか妹キャラみたいになってる。いいなー、なんか。ティラ・アンラ最強か、ちょっと。いやー、なんだこの黄金コンビ。何？あ、スライムゼリーみたいな雲。ゴブリンハム見えるけど。お腹すいたなぁ。なんだな、そういう仲良しイベントか。やメインストーリー中はこういうのがね、いっぱい入ってくるからいいよな。こういうランダムイベント。クリア後だとちょっとね。あ、なに？厳しい近道、優しい。俺とアンナだぜ。厳しい近道。俺とアンナだよ。うぅ、厳しい！厳しいです！厳しすぎでしょ。いや、厳しすぎだよ。急に厳しくなっちまった。大丈夫か？厳しいぞ。頼む！カッコ撃破で。ちょっと待って、これ、ワンチャンやばいな。あ、2か。あ、2なら。あー、まあ、これ怪しいとこ行ってんな。とりあえず、キュアを、アンナ！え？あ、やべ。本気出す！来たわ。マイペース。珍しくやる気だ。効果が上がります、技のキュアー。技の効果がね、飛躍的に上昇するのがマイペースのスキーコード本気出すです。逆もあります。ちなみに言います、逆もあります。あー、まさか、まさか、それダメ。怠ける。やっちゃったー、やっちゃったー。キュアー、カスみてえな回復力になった。マイペースは基本的にこういうなんか、あの、なんか、上振れ下振れが激しすぎるんですよ。マジで。マジで上振れ下振れ激しすぎるから。まあ、でもこういうのが一番面白いんじゃないかな。まあ、俺の性格に合ってるからね。あら、マイペース、嘘。おー、珍しくやる気だ。キュアー。16も回復すんのに。怠けた瞬間4しか回復せへん。なや、これは。さすがにいける。大丈夫。あとはもう1体。さすがにね。何？え？応援？あ、ああ！元気！元気行動応援か。頑張れ、ティーナ。MP 回復、おうし！ありがとう。それはちょっと、あ、そうか。元気行動もあんのか。マイペース、もちろん、アンナの性格は元気だから、なんかか、いや、ブワーじゃないんだよ、君たち。あとはもう普通に殴るだけですよ。いや、確かにこれ厳しいわ。中ボスランガーよっぽど厳しかっただろう。ちょっとレベルと装備がちょっとね、まだね、足りてないな、これは。下手すると職業的には負けてたな。よし。厳しかったね。あ、なに？あ、実績か。また今作も埋めないといけねえのか。なに？あ、え、なになに？ベルの足は。あ、これでまさか？どっちだ？ほっほっほ。やっと来たらしいな。あ、3人目？その他の新しい仲間。おお、やったー。二人きりで大魔に厳しくやろう。そうだよ。10人ぐらい欲しいよ。そこで新しい仲間を呼んでおいたのだ。ありがてえ。これではまた一人仲間が増えますね。え？今回のパートはさ、リアル友人3人で行こうとしたのに。お、何やってんだよお前。風邪ひいたじゃねえよ。補欠って、補欠見て。ウミガメ、ピコ太郎って書いてある。ピコ太郎。届け、アイハブの歌声。うおピコ太郎、自分のことなんて呼びますか。まあ多分アイハブかな。まあ多分アイハブですかね。アイハブ、アイハブっていいと思います、自分のこと。アイハブ。ねえ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 、嘘でしょ。待って待って、本当にいいのか俺は。過去にですね、僕ちょっと前にミートピア振り返り動画みたいのあげたんですけど、そしたらなんかやたら人気を博したキャラがこいつだったんですよ。いいのか？リアル友人とかさ、オリキャラとかさ、特にリアル友人とかを蹴落としてまでこいつを採用するのか俺は。ちょっと待って、考えさ
いやアイドルピコ太郎、ちょっと待ってリアル友人とかを捨ててまで俺はなんでピコ太郎を採用してんだ、こんなクソ序盤からよ。はじめまして、アイドルのピコ太郎だよ。これからよろしく。ちょっとよろしくされたくないな。よろしくされたくないっす、君には。ピコ太郎と仲良くやっていくのどうぞ。ところでもう一人仲間を呼んだはずだが、道に迷ってしまったのかの。4人パーティーなんだよね、基本的な。まあ、そのうちやってくる。ピコ太郎よ。いや、仲良くやろうぜ、ピコ太郎。レッツゴー。いや、もういいのか、このゲーム。もう意味わかん、このゲーム意味わかんなかったゲームなんか。ん？お前は、え？おお、忘れた頃にやってきた。まさか生きていたとはな。大魔王トランプ。お前をやっつける。3人じゃ無理だよ。うわー、笑わせてくれるわ。もうすでに笑ってるわ、めちゃくちゃ。いいぞ、相手をしてやろう。おあおおおお、戦闘能力が違いすぎ。待ちなさい。誰だ？このゲームのですね、まあ、めちゃくちゃ重要なポジションと言っても過言ではない、大賢者の配役です。こちら、多分ミートピアやった皆さんもしかしたら、同じことを僕とするかもしれませんね。そう。僕は実際 3DS やってた時、とある有名実況者と被ってしまったんです。大賢者、岩田社長。この人、実は、めちゃくちゃ、重要キャラクターです。ふむ。あなたが、なんかめちゃくちゃすごいぞ。なんかめちゃくちゃすげえんだけど、貫禄が違えもん。私が来たからには、もう好きにはさせません。岩田社長。大賢者、岩田社長。今日を見逃してやる。この大賢者にはお世話になるよ、本当にね。お、はじめまして。私は岩田社長。自分のことを岩田社長って言わないでよ。まあでもそうか、任天堂の岩田ですか、あの人は。旅する魔法使いです。僕はティラ。なんかすげえカクカクシカシカ喋ってる。ふむ、なるほど。大魔王を倒そうと。うん、でも、勝てそうになかったと。うん。あなたから不思議な力を感じます。今は無理でも、いずれは。旅を続けて力を磨くことです。頑張ってください。うん。また会えるかもしれませんね。それでは。大賢者。いいやつなんだよな。あ、そうか、もうそういう話になってくるのは最初の国の兵士図。あ、そこまでは一応やるんだね。この先には一応城がありまして、そこの配役を決めるということですね。決めていきまーす。ちょ、ザックバレ。テレッ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 テッテレッテレッテレって言わなかんだけど。アルマジキーン。あのさ、オリキャラとさ、なんかさ、その創作をさ、ごっちゃにすると意味わからなくなってきたの、なんか。おぉ、あ、これはなんかオリキャラのクラティア君いい仕事してますよ。ちょっと真面目に配信、クラティア。この先は最小城です。裾野からお通しできません。すいませんが、お戻りください。まあ、これはちょっとね、イベントがあるんで、ちょっと見たかったら、クラティア君を。ははは、帰り方。3人になったよ。なんか3人になっちまったよ。1人だけ浮いてるよ。何？大賢者岩田社長、何者なんだろう。まあ、かなり立派なお方でしたよ。かっこよかった。私が来たからにはもう好きにはさせません。だって大魔王トランプをひるんでたね。かっこよかった。さあ、ピコ太郎初陣。ピコ太郎って名前出とんの面白いな、お前。一人だけピコ太郎って出とんのか。とりあえずまあ3対3。あんなリードごめんしたいね。オッケー、総理がついに雑魚敵を倒せるようになってきた。いよいよね。いよいよそこまで来たか。ピコ太郎。あ、
これは初めて聞こう。褒める。あんらいいねこれで前説が出ます。褒められた状態が前説が出ます。ピコ太郎そぶぶぶぶぶうおーじゃねえんだよピコ太郎最近なんか CM 出とるな、そういうピコ太郎ってこれでね、かなりステータスがあるよ。さあ行ってこい、2桁22。いいダメージ出るわ、君。ガサ。草みの何かいる。なんだろう、調べよう。ピコ太郎調べてこい、ちょっと。守るかもしれんけど。怪物が飛びかかる。まあ、そんなところだと思ったよ。大丈夫、大丈夫。うわ、なんかいんなー。新しいとこ言うと笑いだけ。あ、これ、確か、うん。多分あれだと思う。さすがにキプレイだと想像ついてるわ。ああ、お前何してんだ、変な顔をした。ああ、ああ、んなんだ、あ、安全地帯ってな、これめっちゃ重要っすよ。これは安全地帯っていうのは盾も置いてんだよ、ね、早く直したい安全地帯。しかも安全地帯はその時敵の攻撃も受けなくなるし、 HP や MP も回復するんですよ。で、順番に入れることもできる。まあ、一回ここに入れますね、じゃあ。で、安全地帯で HP やマジックポイント回復した状態。例えばもう一つ面白いことがあって、例えば今この状態で僕入れることもできます。で、入れると回復するんですよ、自分がまず。その後、安全地帯を再び押して、ピコ太郎を入れる。一ターンに何回もこうやって使うことができる。これがね、終盤めっちゃ使えます、このテクニック。だから次々と安全地帯に入れることによって、ヒーラーいらずっていう状況も取れますね、序盤の間は。さすがに無理なんだけど、それ、最終的には。で、回復したら、再びね、ピコ太郎を前に出すと。さあ、行ってみよう。あら！いや、11も出んの？すごいな、戦士。あー、ちょっと待って、8、ピコ太郎！うおーピコ太郎、何？よー、通したかな？わーい浮いてる人に。あたしのさ、アンコール！いや、ありがたい、これ。アンコール！自分の行動権を味方一人に渡します。なので、これ下したいよって時は、アイドルは、こうやってアンコールをし続ければ、火力召喚2回攻撃できる、キラーマシン状態ですよね。だから、すごいありがたい技ですね、これ。行ってこい！おらん !6! 足らない。ピコドロン！わーいチュー！わーいじゃないんだ、おめえは。報復絶倒爆笑不可避のさ、攻撃方法やめてくれる？